皆さんこんにちは、野尻美穂です。今回は最近の洋服たちを取りまとめた Vlog です。何体あるかな、どうぞ。はい、ではまず1体目です。この日は Y のブラウスを主役にコーディネートしております。このギャザーの入ったブラウスなんだけど、袖がリブになっててめちゃくちゃ使いやすいんです。このスポーティー感のミックスが大好きです。そして上に重ねてるのはハイクのベスト。てか今映ってましたけど、ネックレスがねじれた状態でスタートしてるっていう、言ってくれないんですよねっていう、まあ、はいっていう感じで、サンダルはジルサンダーです。重いんですけど可愛いんです。我慢ですという感じで履いております。パンツは H ビューティー&ユースのパンツです。これは違う動画にも紹介しております。はい、っていう感じで、バッグもジルサンダー、こんな感じでやってました。カーキと黒です。2体目です。この日はこの前仕事で買った佐野さんちという古着屋さんのシャツを着てます。で、合わせてるのは Y のスカート。このシャツスラブシャツって言って、なんかちょっとデコボコした糸、デコボコした生地なので、なんかね、普通の綺麗めなシャツよりも洗いがかった感じというか、ヴィンテージ感すごいあって好きなんです。で、こういうなんかシンプルなスタイルなので時計をつけてみたりとかしてます。で、バッグもちょっとこうディテールのあるというか、こういう感じのバッグを使ってます。これはボッテガです。耳周りはいつもと一緒なのでって感じなんですが、で、靴はパラブーツを合わせてます。ここちょっとこういうメンズライクなのを合わせてるのは自分的にいいなと思ってるとこです。はい、3体目です。こちらはグレーとブルーのコーディネートです。なのでバッグは外しでベージュを取り入れてます。パンツはオーラリーのパンツ。コートは去年作ったワイのコートそう、風がねすごい強かったんです。雨もすごかったんだけど、なのでちょっと髪の毛も遅れ毛が気になります。すごく嫌はい、トップスは今年の Y です。これすごい人気なんですけど、他にナチュラルとブラックもあるんだけど、この色すごく私は好きで気に入っております。はい、髪の毛気にしております。はい、パンツがねすごいメンズライクなアイテムなので、フェミニンなこういうトップスってすごいバランスもよくって好きです。はい、アクセを見せたかったさっきの顔でした。こちらはゴールドとシルバーをミックスして組み合わせております。足元はザローのサンダル。こういうグルカサンダルって今年すごいたくさん出てるので取り入れていただけたらなと思うんですが、ヒールとかブーツでもいいんだけど、やっぱりそれだと切れ目になりがちになっちゃうので、こういうグルカサンダルを合わせることでメンズライクさも際立ってとてもバランスがいいのかなと思います。そしてこのトップスなんですけど、前と後ろ両方でも着れるようになっていて、私すごい好きなやつなんですけど、後ろがねカーディガンタイプになってて、こういう感じとっても可愛いんです。ボタンを2つぐらい開けるのが私は好きです。なんかねこういう抜け感をプラスさせることでよりカジュアルになっていい感じになります。4体目です。この日はこの画角からスタート酔ってるはい、ジャケットを着ております。あ、パン屋に行った時の様子も流してみますうちの子は
片手にリンゴジュース、片手に水を持って交互に飲むということをしておりました。今日ですね、薄めてるんでしょうか、濃いんでしょうかね。ここのパン屋さんは美味しくて好きなんです。ということで、こんな感じの全身になっておりました。ちょっと酔っかかってしまってたので、ジャケットのシワがとっても気になるんですが、こんな感じのスタイルになっております。ちょっとあの娘さんの入り込みも結構この日はありますっていう感じで、お目に見ていただきたいんですが、でとにかく向こう側にある綺麗なお花と、あとスズメさんにこう気を引かせてる母っていう感じになってます。はい、トップスというか、あの上はベージュ、下はブルー、そして娘と黒い小物たちですバングルなんかつけてみたりして、指にはストーンリングなんかをしてます。5体目です。この日はお仕事もあったので、ちょっとかっちりめなスタイルにしております。シャツも2体目のシャツと違ってパリッとしたシャツを着ているので、印象がまた全然違うんじゃないかなと思っております。で、重ねているのはオーラリーのニットです。シャツは何年前だろうか、2年前ぐらいに買ったロックのシャツです。で、パンツはプロダクト12というブランドのパンツで、ネイビーのパンツになってます。よく見るとピンストライプなんですけど、でダブルの仕立てになってて、ルーズな感じがすごく好きなパンツです。なんかこれもメンズライクなコーディネートにしているので、アクセサリーはこういうちょっと華奢めなブレスレットをつけたり、リングもちょっとこういう丸のデザインのあるものをつけたり、これティファニーのリングなんですけどしています。で、ネックレスはエルメスのトゥアレグをつけてます。シンプルなので、やっぱりこういうインパクトのあるネックレスをつけるだけで、まあ、ちょっとかっちりしてるんだけどカジュアルダウンできるっていうところがポイントになっております。バッグはジルサンダーのバッグです。サングラスはあやめのサングラスです。ちょっと透けてるのが可愛いんですよね。なんかネックレス、このコードがブラックなのがすごい引き締まって良くないですか。なんかね、これがシルバーとかだとまた印象が違うんですよね。そう、これね、ちょっと背中を取ろうとしたらすごいお直しが入りましたよれているっていう、バッグが重くてよれてしまってました。気をつけます。はい、背中はこんな感じです。シャツも空いてるデザインになってるので、なんかね、ちょっと両方空いてる感じで合わせてあえてやってみましたという感じです。ありがとうございました。以上です。